原告の久保田と言います。よろしくお願いします。判決ですけれども、原告敗訴の大変残念な結果になりました。で、事前に、記者クラブに争点を書いたペーパーをお配りしていると思うんですけれども、これにのっとりまして、弁護士の方から判決がどういう判断だったのかというのをまず説明してもらいます。はい。弁護団の、弁護士の豊田川と申します。先ほど久保田さんからのお話がありましたように、判決としては非常に残念な判決というのか、我々から言ったら不当判決というべきものかなというふうに思います。で、ちょっと私の方でも判決書を見たのが、今先ほどです。で、判決書自体は133ページございましてですね、で裁判所の判断自体は70ページ以降なので、ちょっと60ページにわたるですね、かなり大分なものなので、ちょっと全部確認できているわけではありませんが、裁判所の方がですね、判決の後に 判決の要旨ということでですね、判断理由の要旨ということで、ご説明いただきましたので、ちょっとそれも踏まえて、お話をさせていただきますと、結論としては、本件住民訴訟に先立つですね、監査結果の結論から一歩も外には出てないという中身であります。むしろその内容を踏襲したという中身かなと。端的に言いますと、監査結果と同じく、大阪市財産条例16条の適用は否定した。つまり大阪市長なり、大阪契約管財局長になりますけれども、が行政の方が単独で判断してですね、譲与するということを定めた、16条の適用はないというふうに判断してですね、逆に言うと、地方自治法96条1項6号による、議会の議決は必要だという、判断までには至っている。で、これは実は住民訴訟に至る前のですね、本件の監査結果でも、同じ結論には至っているんですけれども、監査結果の方ではですね、その議会の審議の実態から、その議決があったのと同じだというですね、そういう判断をされた。で、実は、裁判所の判断もその判断を全く踏襲した、結論になっているということで、結局のところ正式な議決はないんだけれども、中身としては議決があったのと一緒じゃないかというですね、そういう判断結果になっております。で、この点から言うとですね、我々の方としては、監査結果も同じ理由でしたので、本件訴訟については、議会運営の在り方について、議会運営のルールがございますので、それに基づいていくと、監査結果の判断というのはかなり適当というのかですね、ルールに反した判断で、端的に言いますと、この審査のプロセスにおいて議会の議決は必要ではないよねということで、あれですね、高校の移管譲与 の判断がされている、高校の事業を移管するというですね、審議がされていると。財産についてはもうその、議会の議決は必要でないという前提で判断する。でにもかかわらずですね、結論としては議会の議決は必要でないっていうような前提で審議されているのにもかかわらず、裁判所の判断ではそれがその実質的に、議会の議決があったのと同じだと言えるというですね、あたかもその議会のその議決をですね、なんか盗まれたかのような、そういう判断になっていると、そういうふうに我々の方としてはやっぱり感じております。でかつそこのところに関して言いますとですね、やはり議会のですね、議決の、あるなしというところに関して言うとですね、本当に我々としては今回ですね、
市会のですね、議会の議員さんの、まあ、ちょっとご助力も得て、議会の、まあ、プロセスについてもかなり、まあ、詳細に、まあ、論じさせていただいたんですけれども、まあ、その点が、まあ、全く裁判所の方としてはやっぱり考慮されなかったという意味では、まあ、非常に、まあ、残念な結論になっております。で、まあ、でそういう意味で言うと、まあ、まだ判決結果を受けて、原告団の方とも、まあ、やはりちょっとご相談した上でということになりますが、まあ、当然この結果については、まあ、不服でございますので、まあ、裁判を控訴をするということになるのであろうなというふうには弁護団としては思っております。で、ただですね、非常に残念なことはですね、まあ、今回、まあ、裁判所のこの判断によっておそらく譲与そのものは4月1日以降やっぱ進んでしまうだろうということです。で、そうすると譲与そのものについてはですね、もう一旦もう差し止めということはなかなか難しくなりますので、請求の内容としては、まあ、大阪市のその担当者市長あるいはその担当者に対するですね、まあ、損害賠償というですねいう形でやっぱ振り返っていかざるを得ないと。ただそうするとですね、まあ、確かに損害賠償ということでは、まあ、損害賠償という形で その法的な意味でのですね、問題性の指摘はできるんですけれども、一旦その1500億円というですね財産が大阪市から、まあ、大阪府に移転してしまえばですね、やっぱりそれをまた元に戻すということは非常に難しい議論になってきますので、単に個々人の損害賠償とかですねいうだけでは、まあ、済まないという話になってきますので、まあ、もちろん大阪府から戻せという、まあ、請求のあり方もあろうかと思いますし、まあ、我々としてもまあそれは検討しますけれども、まあ、端的に言うと、まあ、ここで地裁がやっぱり止めなかったということの意味は、まあ、大阪市にとっては非常に大きなですね問題である、まあ、かなり深刻な、まあ、ダメージを与えうる問題ではないかなと思っています。で、まあ、もう一つはですね、まあ、今回大阪市のやっぱり財政に与えるインパクトについてもですね、まあ、財政学の先生の今意見書も提出して主張はさせていただきましたけれども、まあ、やっぱりその点についてもやっぱり正当な、まあ、評価は、まあ、していただけなかったかなというのが、まあ、非常に残念なところでありまして、まあ、やっぱりそこら辺でもですね、まあ、高裁に向けてはより議論をやっぱりこう深めてかざるを得ないのかなと。で、正直申し上げますと、まあ、弁護団としてはですね、この問題が本当にその高校無償譲与の問題だけにですね収まるのかどうかということについてはですね、大阪市の財政規律が、まあ、この高校無償譲与の問題だけに限らず非常に緩くなってしまっているという状況があります。で、これはですねもう別に高校無償譲与の問題だけじゃなくて、今非常に問題となっている IR の問題ででもですね、まさにその大阪市が、まあ、大阪府の事業の、まあ、お財布のような形で使われているというような、まあ、ちょっと現状にやっぱなりつつありますので、まあ、その意味でもですね、今回やっぱしここでやっぱし差し止めを認められなかったということは、やっぱり今後の大阪市の未来を占う上でもですね、当然裁判所ですから判断間違いうることはありますので、まあ、だからこそその控訴審というものもあるわけですけれども、ただここでやっぱり間違った判断をされたということが、やっぱり今後の大阪市の行く末を占う上でも非常に大きな問題になっていくのではないかなということを、まあまあ、弁護団としてはやっぱり危惧しているというところでございます。はい。で、弁護団としては以上ですけれども、原告団の方からどうですかね。はい、僕、先後で
原告の石田です。まあ、ほぼ本当に不当というよりも内容が非常にひどいと、議会の議決があったと認められるというような内容の議会進行でも、議事録にもそのような内容がないという意味で非常に内容として、判決内容として非常にひどいものだというのがまず一つで、もしこういうことが認められるのであれば、これは大阪市だけの問題でなく、例えば他の、市と、都道府県との問題でこういうことが容易に行えるんだという悪い事例を示したというふうに思います。そういう意味でこの今後 の、 その自治体であったりとか、その自治という問題で非常にこれ大きな禍根を残すのではないかというふうに考えています。1500億円も の、 その財産をですね、こういうふうな内容で議会通してもいけるんだというふうなことを明らかに明示した判決になっていると思いますので、これは非常に不当であるというふうに考えてます。はい。原告団の、一人で綱島と言います。僕は今日勝つ方でちょっとコメント考えてきたんやけども、負けてもさ、もうたさかいにね、ちょっと調子悪いんですけども、非常に支援者の人も頑張ってくれはって、弁護団3人弁護士の先生いてはんねんけども、非常にこう、丁寧にねやってくれはって、奮闘努力やってくれはった。ところが、裁判で普通の公正な裁判やってくれはんやったら、まあ勝てたかなと思ったんですけども、残念ですけどね、なんかますますファイト湧いてきたという感じで、こんなことを通しては絶対あかんと思うんですね。でこの裁判通じていろいろ見させてもらったんやけども、大阪市政がね、どんだけいい加減な行政をやってるか、もう脆弱な、ほんまにこれ議会、さっきから議会がやったどうやこうや言ってるけど、僕はね、知って議会でとやれんかったんちゃうかな。で議会でやるとね、わーっと広がってもて、ハレーション起こしてもてね、これなんじゃ言われたらいかんかな、で知ってせえんかなと思って、僕は初めからそう思ってました。それと僕は都構想もだいぶ頑張って反対運動しましたですけども、大阪市の財産と権限を及ばない人は市長も議員も何もそんなんいらんねんと、大阪市には。ところがね、今回の場合なんか市長自ら1500億円の金をね、風にやるわって言うてるわけでしょ。大阪市の財産を大阪市民のために守らんとあかん人間がね、やる言うてんのから、もうむちゃくちゃな話ですよね、これ。だから僕は一町工場の親父やから、その法律論は全然わかりませんけどね。普通に考えたらね、そんなんやりますか、自分の財産を人にパッとやるって。こんなめちゃくちゃなことがね、大阪市で行われてるわけですよね。その都構想の時は同じですよ。大阪市を潰して、何やかんやって言ってるけど、まあ一番悪いのは大阪市民なんですけどね、これは。大阪市民がもうちょっと目を覚ませと。こういうあかん市長を選んだり、あかん議員を中之島に送り込んだりということが、一番この、危険というか原因になっているわけですね。これは制度、今度の選挙まで待って、人と差し替えんといかんということはあるんですけども、我々今できることは何か言うたらね、あかんもんあかんという勇気を持たんとあかんと思うんですね。あかんねんとやってることは全然話にならんですよ。僕どんな人が来てもね、この件に関してはね、論破するぐらいの自信あります。松井氏が来たって、こんなもん筋通るかっていうような感じでね、絶対いけると思うんですよ。僕は法律論はよう分かりませんけどね、そうやと思うんですね。それがね、今回こんな感じで言ってしまったらね、まあ先かで、とりあえずその方から IR の問題もあったけど、
あれもこれに倍も3倍もかけてむちゃくちゃな話ですよ。こんなあのむちゃくちゃな話、これ大阪がむちゃくちゃになってしまいますよ。こんなこと続いとったら大阪市で無尽蔵にお金ないあるわけないからね。市長なんかはね、大阪市の財産をどんどん引き上げてですね、風の方に持っていこうもって思っとるわけでしょ。それが大阪市民まだ気づいてないいうのがね、どない考えてええんか。我々ごときでも気づいとんのにはね、まだ気づかんっていうな感じで、もう情けないですね、これは。だからもう、あの、さっきから言うとってんけども、ロシアのプーチンも悪いけど、大阪も同じようなことですよ。人は殺傷してないけど、これは絶対あきません。だから、これはまあ、傍観者になったらいかんと思う。そやら、ちょっとぐらいのリスクやったらかぶる。どんどんあかんもんあかんっていう勇気を持つということが肝要かなと思ってます。それと僕一つずっとこの裁判に通じてね、一つだけ釈然とせんとこがあるんです。マスコミの方にはかなりきついと思うんですけどね、こういうことが僕らは住民監査請求もやった、訴訟もやった、これが、ね、全然ね、書いてる新聞もあるんですよ。今日の朝もある新聞が今日は判決があるということで書いてくれはった。ところが僕はウォッチしてる範囲内ではね、ほとんどないですね。だからそれは新聞社がどの記事を書こうがそれは勝手ですよ。それはやっぱしね、ちょっとそれは僕はもうずっと都構想のことからずっと思っとったんですけども、まあ取るに足らんニュースか、ニュース性が全然ないんか、それともはたまたなんかこういう類の記事を書いたらね、リスクが発生するのか、よくわかりません。僕はもう常日頃ごっつい恨めしく思ってます、行政には、マスコミには。それからまあ僕の気持ちの中ではね、マスコミに対するジェラシーかなということで片付けてます。だから非常にそういうところはちょっと残念やったなという感じはしますね。これは裁判で勝っても負けても言おうと思ってたんです。だから別に我々に肩持ってくれたら全然言うてないです。だけどやっぱし手弁当でちょっとでも大阪ようになったらええなというグループがおるんやということぐらいはちょっとぐらい書いてほしいですね。これからよろしくお願いします。以上です。私から1点だけ、はい、唯一まあ良かったというかですね、住民訴訟やって成果があったとすると、この大阪市財産条例16条を使って市長の裁量で巨額の寄付というものをやるっていうことは否定されましたので、その点は住民監査請求の時から財産条例16条は適用できませんよっていうことは結果で言われてたんですけれども、判決でもそれは認められてますの でこのやり方は橋本市長になってから始まったやり方で、橋本市長の時に大阪バイオサイエンス研究所っていう非常に立派な研究所を理化学研究所に寄付したんですね。でその次吉村市長の時に大阪の支援学校12校特別支援学校12校を大阪府に寄付したと。で今の松井市長で今回まあ高校を寄付しようとしてるっていう、まあ、3つ目だったんですが、これ全部財産条例16条を適用して市長の裁量でこれだけの巨額寄付ができるという方針のもとに行われたんです。ですので今回の判決で受けまして、この財産条例16条を使って同じように大阪市が持ってる、今大阪市まだまだいろんな巨額の財産を持ってます。美術館とか大規模公園とかいろんなものを持ってますけども、それを大阪府に寄付するというこのやり方はできなくなったとっていうことは言えると思います。じゃあここなんかいいですか、質疑応答で、はい、じゃあ質疑応答に3人です。3人全部で5人で、うち3人が、一律高校の卒業生です。
議会のその議決は裁量権の議論ではないの で、まあ、端的に言うと議会の議決が必要なんだけれども、まあ、つまり財産条例16条ではできないんだけども議会の議決があったので OK だというのが、であとは地方財政法違反ではないということと地方自治法232条の2項には違反していないというところでのでちょっと裁量権というよりはもう議会の議決があったかもうまあ実質あったからもう問題ないよねという判断ですね。はいはい、控訴はもちろんその原告の方とも相談して、はい、方向だということなんですけども、はい、先ほど先生もご指摘されたように、はい、4月1日以降、一般されていくので、はい、損害賠償だったりとか、はい、まあ、どういうような請求にするのかっていうところなんですけど、そうですね、一旦この譲渡を差し止め、はい、請求自体を終わって新たにまたそうですね差し止め、まあ、おそらくですけどね差し止めの判断については裁判所が今回まあ棄却しましたの でそうするとおそらく4月の1日には大阪市の契約管財局長の方が無償譲渡の契約を締結することになりますので今度はその締結自体の違法あるいはその損害とあるいは、まあ、その締結自体がまあ無効ということもまあ多分あると思いますけれども、まあ、そこら辺で、請求の中身自体はまあ変わっていくと思いますが裁判としては同じ事件ですね、はい、ただ、はい、そうです主張というか多分請求の趣旨の変更という扱いになると思います。ただそれはまあ実際に契約が締結されたという事実を確認しないと何とも言えないんですけどね。毎日放送の清水と申します。砂島さんにお伺いしたいんですが、はい、これは判決の方で両親述べられている中で一応判決 その法廷2のところの話のところで、まあ、長期的な少子化を踏まえて、まあ、高等学校をこう充実化していくというような趣旨で、まあ、この無償譲渡というのが出てきた、無償譲渡というのが出てきたというふうな内容が出てきているわけなんですけれども、まあ、一方で確かに砂島さんが先ほどおっしゃったように、まあ、自分の財産をそんな他人にポンと鑑定でやれるものなのかというふうな、まあ、そういう市民目線から見た話もあると思いますが、まあ、とはいえやっぱり高校っていうのはそれはもちろん教員もいたり生徒もいたり、まあ、いろんな関係者もいる中で、まあ、いるという、まあ、そういうところとの近く差という意味では、まあ、この長期的な少子化を踏まえて高等学校を充実化するためには、まあ、こういうふうな施策も公益性があるというふうにしたその判決。いやもう全然受け入れないですね。もともとね大阪市立高校いうのは実業高校が多いんですよ。工業とか商業そのノウハウたるもんはね府よりも絶対大阪市の方が持ってるわけですよ。ほんで必然的にね市立高校を府立高校にする必然的な理由は全然ないんですよ。これはもう後付けですよ完全に。なぜか言ったらね彼らはねこれは僕から推測ですけどね都構想は絶対勝つと思ってるわけですね。公明党大根でねその時にそれからでも良かったんですよ。大阪市がなくなってからねほんでこの公立高校どないすんねん言ったらね不安面倒見やんなんだこれはスムーズなんです。ところがねそのまあ僕の話聞いてるどっか誰かにせつかれてね高校どないすんねん言ったらほんならもう彼らは都構想が勝つを持てるからその封印するということになってしもたよね。ほんで後から結局都構想負けてしもたよね。その時でもやない都構想負けたから死に返したらかっこええねんけどね加谷さんと突っ張っとるわけですよね。ほんで結局は加谷さんと最後はその財産をね封にくれと。ほらねこれはね
彼らは二次行政やるんだけどね、その我々の一律候補なんてみんな100年ぐらい経ってるわけですよ。彼らが後から建てて二次行政やりとるわけですよ。これも理論通らない。ほんで残すのやったら少子化、今やはり少子化も分かりますよ。ほな大阪市に思ってたら大阪市を処分したよね。大阪市がの財産として使いません。何も風に持って行ってね、やること全然ないですよ。それ彼らは統廃合してそのお金を風の懐に入れようと思ってるわけですよね。だからそれはもうどない言うたってそれは通れへん話ですね。それは全部後付けなんです。だからそこら辺のことをね、なんか風に持っていったらね、以来教育ノウハウがあってね、上がるって思うのはとってもないけどね。僕はいつも言うとるんですけどね、大阪市立大学の工学部がね、宮城工業、市立の宮城工業であるんですけどね、これ のノウハウをやって大阪市立の大学の工学部ができたとかね、天皇商業が結局五代友厚が作ったとかあるんですね。こういう歴史も歴史観も全然彼らはやってない。僕は関西政権の時に維新の会の来てんけど、おたくらそれ知ってまっかと言うたんですよ。全然その歴史的なこと全然知らんし、もう大阪市民がねコツコツとやって徳しかもおって寄付もしてやったことなんてね、自分が何回か選挙通ったからもうみんなそんなほっぽり出してもらったよね。もう統廃合して自分はもうこれもやった、もう僕行くの工業高校なんですけどね、もうそれも廃校ですよ、ね、もう行くの一番いい場所あるからね、ごつええ値段で売れますよ。それと大阪市にも取ったら、大阪市がもし統廃合やって少子化、今やはり少子化になったって大阪市もあれになりません。他のものに有効に使えません。それをなんで無償で風にやらんなんかいう問題ですよ。これは市長がね、完全に大阪市をもうどんどんやってですね、都構想に負けてもやね、その負けた理由があるとかなんかいちゃもんつけてですね、やってるということでね、これはもうまあ法律論もやらんといかんねんけどね、法律論もあるけども我々一般的な社会通念から言ったことで通れん話なんですよ。それも何やかんやで言うてるわけですよね。だから一番最初はで無償贈与のことをやろうかという議会が一回もないことで向こうの大阪市のあれも言うてるんですよ。それでもこんなになってなんか、だからなんか僕はもう詐欺に会うたみたいな感じですね今日は。全然もう誰がどないだって僕は僕の理論でずっと言ったら、それはお前の言う方が正しいな、筋通らへんなって全部言い張りますよ、うん、そんな感じですね。ちょっと補足させていただきますと、うん、ちょっとマスコミの方からの質問とかでもあるんですけど、大阪市 その教育事業の移管の話とですね、あと要するに財産を移転するっていう話がちょっとまあ割と皆さんなんか一緒やと思ってってですね、でそういうちょっとご質問もまあやっぱしあったんですよね。ただ一つはやっぱそれ全然次元が違う話なので、まあ要するに教育事業を移管するからといって別に不動産をもう要するに不動産の所有権を移転するっていう必要性はもう全くなくてですね、まあ場合によっては、貸与という方針だってあり得るわけですよね。まあ我々も主張の中でしてますけど、でそこのところのやっぱ区別というのを本質的にこう要するに逆に言うと大阪市の方、市と府の方はそのごっちゃにしてる議論をしてるんですね。で残念ながらですね、裁判所もあんまりその区別をはっきりとしてないで、なんだかその事業を移管することがいいから不動産も移管するんだというですね、その論理にちょっと乗っかってるところございましてね。でそれはまあ正直言って論理的でもないし法律家でもないんじゃないのかなというふうに私どもは思いますし、で今まさに今綱島さんおっしゃったことは、まあ実は住民訴訟っていうのは、まあ、あくまでも財産に関する議論が中心になるので、議論としては財産中心にしましたけれども、今綱島さんおっしゃってるように、じゃあ本当にですね、大阪市の高校事業が全部風に移管することが
政令都市の仕方、あの在り方としていいんですかということで考えますと、全国でもそんな政令、高校一つも持ってない政令都市ってもう1校か2校があるかないかみたいな話なんですよね。それはまあ当たり前です。政令指定都市ってそれなりのやっぱあの自治体としての規模を持ってるからこその政令指定都市ですし、そうなるとやっぱり独自のやっぱ教育事業を持ってしかるべきなので、で、あのだからそういった意味でも、あの今あの綱島さんがおっしゃったように、あの教育事業としてもそれは正直言ってあの普通で考えたらそのあのめちゃくちゃな政策かなというところはあるんですけれども、まあ、残念ながらのあの裁判所の今回の判断はあのもそうですし、まあ、あの逆に言うとあの大阪市の市長もそうですけど、まあ、今少子化とかみたいな話するけど、じゃあ具体的にそのどういう問題があってどうしたらいいんですか、あのどういうのが理想的なのかって言ったら別に具体的な話は全くないんですね。単にあの風の風という大きな枠の中で考えた方がいいんじゃないですかみたいな程度の話しかしてなくてですね、具体的なあの教育政策も何も、もう全くあるわけじゃなくて、あのその上で言ってるだけの話なの で, でそれをまあ残念ながらあの裁判所はなんかそういう政策論のところばっかしにあの目移りしてしまってですね、じゃあ実際その結果どうなるのかと、あるいはその財政の議論と教育の議論との違いということをですね、もう全く意識しないで、まあ、今回もざっくり、まあ、端的に言ったら監査結果の真似をしたというところがやっぱちょっと問題かなというふうには思います。ありますでしょうか。じゃあ何分なので、ありがとうございました。